どこに向かう？護衛は任せてくれ。よし。はあ、ソフィー、気持ちはわかるけど、そんな心配してたら気が休まりませんよ。難しいと思うけど、少し気の紛れることでもしたらどうですか？気の紛れること？そうですね、例えば私と錬金術勝負をするとか。お互い作ったものを確認し合い、品質の高い方が勝ち。シンプルで分かりやすいでしょ。勝負って今はそういう気分じゃ。あのクラフタがもし私だったらこう言いますよ。勝負から逃げ出す錬金術師は三流だと。そんなこと言うかな。では私の不正勝ですね。あのプラフタが目覚めた時にソフィーとの勝負で私が勝ったと伝えたらどうなるでしょうかね。それはちょっと怖いかも。わかったよ、その勝負受けるよ。その言葉を待っていました。ではピュアウォーターの品質で勝負するとしましょう。手を抜くことは許しません。真剣勝負ですよ、ソフィー。もちろんだよ、やるからには負けないよ。どれにしようかな。
いや、それとも…まずはあれから…いや、それとも…
から、いや、それとも、うんうん、なるほど。よし、始めよう。悪くないかも。グルコーン、グルコーン。うん、いい感じ。さて、どう料理しようかな。悪くないかも。いいこと起こりそうな予感。悪くないかも。悪くないかも。すごいのできちゃうかも。俺様に任せとけ。わあ、そうくるんだ。俺様に任せとけ。わあ、そうくるんだ。グルコーン、グルコーン。まずはあれから、いや、それとも、うんうん、なるほど。まずはあれから、いや、それとも、まずはあれから、いや、それとも、うんうん、なるほど。よし、始めよう。うん、いい感じ。起こりそうな予感。俺様に任せとけ。わあ、そうくるんだ。うん、いい感じ。すごいのできちゃうかも。材料はっと、まずはあれから、いや、それとも、うんうん、なるほど。まずはあれから、いや、それとも、うんうん、なるほど。まずはあれから、いや、それとも、やってみよう。
よう。これはここ。うん、いい感じ。すごいのできちゃうかも。うん、いい感じ。悪くないかも。すごいのできちゃうかも。とりあえず入れてみる？これはここ。ここにしよう。いいこと起こりそうな予感。うん、いい感じ。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。うんうん、なるほど。それとも…やってみよう。ここにしよう。すごいのできちゃうかも。とりあえず入れてみる？感じ。いいこと起こりそうな予感。いいこと起こりそうな予感。フルコーン、フルコーン。さて、どう料理しようかな。これはここ。とりあえず入れてみる？ここにしよう。すごいのできちゃうかも。いいこと起こりそうな予感。力を貸そう。ああ、なるほど。いいこと起こりそうな予感。入れてみる？これでいいかな。一気に仕上げるよ。できた。いいんじゃない？これ。うん。こんな感じかな。クラフト、確認してみて。それじゃ、今度はプラフタが作ったものを。いいえ、その必要はありません。
一目でわかるほどに品質の違いが明らかです。私の乾杯です。まさかここまで差があるとは。そうかな、クラフトのも十分よくできてると思うけど。それに私の方が未来から来てるならその差なんじゃないかな。仮にそうだとしても私には技術以外にまだ足りないものがあるような、そんな気がするんです。技術以外にか。ブラフトはさ、錬金術で何をしたいの？前までは村を救おうと思ってました。私の故郷は干ばつに襲われて苦しんでいたので、だから錬金術を学ぼうと思ったんです。今もそう思ってる？いえ、故郷の問題は解決しましたので、今は友人と一緒に錬金術の研究に集中しています。研究を続ければやがてもっといろいろなことを知り、たくさんのものを調合できるようになりますからね。けどそれを作ってやりたいこと考えたことなかったです。きっと見つかると思うよ。今の話を聞いて確信した。やっぱりあなたは昔のプラフタだよ。干ばつに襲われた村を救った話、前にプラフタから聞いたことあるし、間違いないよ。ではエルビーラのところにいたのは本当に未来の私？うん、そっか、本当に若い頃のプラフタだったんだ。今のプラフタからは想像できないけど、昔はこんな悩みを持ってたんだな。何を笑ってるんですか？変なこと考えてるでしょ。考えてないよ。二人とも朗報よ。エルの方で進展があったみたい。ラミゼルさん、本当？ええ、すぐにあの子のところに行きましょう。